七代目、松本幸四郎から1949年1月27日は、明治から昭和前期の歌舞伎役者、日本舞踊藤間隆家元。本名、藤間金太郎。舞踊の名跡は三代目、藤間関右衛門、藤間関西。野号は、高麗屋。背名に、西来ます。こと松、紫香織、画号に、白王がある。1870年。 伊勢国稲部郡長深村で、土建屋、福田屋の親方、畑仙寺と、妻、寮の三男として生まれた。畑の母大寺は、新州高田派南松山大雲寺。畑は、豊吉の長子の婿が継ぎ、その創尊の娘にシンガーソングライターの岡村、高子がいる。畑豊吉は、高子郎の長兄の息子であり、老いにあたる。1874年に、 一家で上京し、饅頭を商っていたところ、店の常連客になっていた舞踊の藤間竜家元で、ある、振付師、二代目、藤間勘右衛門に壊れて数え三歳で養子となり、藤間金太郎と改名。1880年、九代目、市川段十郎の門弟となり、市川金太郎を名乗る。翌年4月、東京春木座における、大見源氏先人館。 森綱陣屋の小四郎で初舞台を踏む。露影の夢1889年3月、新富座で4代目、市川染五郎を襲名。1903年5月には、歌舞伎座で8代目、市川駒松を襲名。この頃から段菊を継ぐ、次世代の有望株として注目を集めるようになる。1911年11月、帝国劇場で7代目。 松本幸四郎を襲名。以後、明治末から昭和初めまでは副座長として、同劇場を拠点に活躍、新作や翻訳劇にも挑戦する。1930年、定劇が小畜参加になったことに伴って、同社と専属契約を結ぶ。晩年になっても、積極的に舞台に出演し、1946年には、生涯最後の肝心調の弁慶を、 また翌年の東京劇場、翌々年の大阪歌舞伎座では、金本中心蔵の投資、上演も務め上げた。1948年12月、新橋演舞場での大岡越前役が、最後の舞台となった。1949年1月27日、死去。去年80、門邸の前で振り付けを見せた翌日に亡くなるという、壮絶な最後だった。恵まれた。 要望、堂々たる功績に、裏打ちされた風格のある舞台で、時代物や荒ごとに本領を発揮した。また舞踊にも火で、藤間流の家元として活躍した。当たり役の筆頭に挙げられるのが、肝心町の弁慶で、師匠、團十郎以後の第一人者として、生涯に約1600回演じた。ことに1943年歌舞伎座にて、六代目。 小野菊五郎の義経、十五代目、市村宇佐衛門の東と共演した舞台は映画に残され、今日でも王子の舞台ぶりを知る貴重な記録となっている。唐口の劇表で知られた岡喜太郎をして、風貌音声の堂々たる、まず東大での随一。誰が、どの県で立ち向きは、うと、この近所を鉄壁には、矢も立たぬと評したほど、近代随一の弁慶役者であった。 他には、大森彦七、菅原伝授手習い館、車引きの梅を丸、一の谷双葉君んや、源平先駆けつつじの熊貝の大座根、博多少女郎並枕の、毛ぞり、しばらくの鎌倉健五郎、矢野根の蘇我五郎、舞踊で、関小井雪関扉の関森関米実は、大友黒主、茨城の渡辺綱、須尾内などが当たり役である。一方で、音楽劇や、 翻訳劇を上演するという進歩的な側面もあった。1905年には北村末春の女児昇歌、露影の夢を舞台上演。後にはシェイクスピアのオセロやジュリアス・シーザーも演じている。こうした歌舞伎と西洋の演劇に取り組む姿勢は、次男の初代松本白鸚や三男の二代目、小野松六、さらにその光栄たちにも受け継がれている。 十三代目、片岡二座右衛門の自伝、二座右衛門学が気には、どんな役でも持って来られたら私は、心よく出る。人は、高来屋は何だって、あんな役にまで出るのだろう。あんな役は断ればいいとコヒーキ筋でも言ってくださるが、出てくださいと言われることは、仲間に嫌われていない証拠ですよ。私の出し物の幕に高子郎は出さないように、と言われるようになっちゃおしまいだ。 私のようなものでも出てほしいと頼まれることは、ありがたいことだと思うのと、その温厚な人柄を表す言葉が記されている。非常に気真面目な上に辛抱強く、文字通り、体を張る人物でもあった。三男である二代目、小六の著書、小六芸話には、茨城の渡辺綱を演じた際に、幕切れの見栄で体を伸ばしすぎて、心筋梗塞を起こしたことが紹介されている。 その性格のためか、若い頃はあまり春祭とは見られていなかったようで、田村成義著芸会通信無線電話中で、著者は、明快から電話で呼び出された、師匠、九代目、市川段十郎に、あれが、もう少しものを早く飲み込んでくれると、ちょっと見られるようになりましょう。少しは、セリフ覚えが良くなりましたか。などと、心配させている。さらに、 1949年2月の大阪歌舞伎座、スケロクで3代目、市川久司会がスケロクを務めた際には、甲子郎は以前から出花の歌の振りの稽古をつけに行くことを約束していた。しかしその時体調を崩して寝込んでいたので、病代として、門弟振付師の藤間良介が出向くことになり、師匠に伺いを立てに行ったが、聞いてわかるものじゃない。 生実家なものを伝えてはすまないからと、わざわざ床から起き上がって、下駄を履き、振りのようを幾度も見せた。その翌日に世を去った。子孫の多くが歌舞伎役者であり、今日の歌舞伎に与えた影響は計り知れない。ありがとうございます。